はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2017マイライフやっていきたいと思います。今日がですね、当番日なので、体力はね、わりかしあるんですけれども、寝ていきましょう。で、今のところが9勝2敗なんで、今日勝てば10勝に乗りますね。なりきりプレイでいつもの通りやっていくんですけれども、菊池さんのやる気が全くない。で、ファーストはエルドレッドさんで、奥井が出てますね。奥井に背中を預けるのか、まあいいわ。頼んだぞ、絶対エラーすんなよ奥井。あとでちょっと見てみよう、試合が終わったら奥井の成績を見よう。打っているのかどうかも。ホームランとかね、打ってくれると嬉しいよね多分。よし、まず先頭はまずど真ん中のジャイロボールでちょっと肩を鳴らしていこう。フォークも投げて打たれた。ショートから一塁送球アウト。これでワンアウト。キャンベル。ランナーはありません。バッターは2番キャンベル。すでにボールが先行しているからな。外角低め見送ってストライク。投げた。よしよし。で、一球を落としていきましょう。オーケー。バッターは3番福留。で、すでに3ボールか。ちょっと際どいところを攻めつつ、ファースト、エルドレッド、ありがとう。エルドレッド、そのままベースに入って3アウト。この回きっちりと3人で抑えています。奥井の打率は悪いね。1割8分2厘か。広島1点入れてくれた。そしてさらに追加点のチャンス。フォークで落とされた。さあ次の投球、やはり落とすフォークは有効だよね。振っちゃうよ。これは入っては来ない。ボール。カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げた。直球決まってストライク。投球これから5球目。バットの後。さてフルカウントからこれは入れてくるか。投げました。フォアボール。おお、一気に3点。ありがたいねこれは。タイガースの攻撃、トップバッターは糸井。さて、こっちもフルカウントからだけど入れる。ゴー、危ない。第7球をスライダーをギリギリのところと思ったけど、あんまりギリギリじゃないな。ちょっと1球外して行って振ってくれたか。第9球投げました。見送ってストライク。よしよしよし。伸びのあるストレート。もう1球ジャイロを投げよう。投げました。打ちました。アルボー。第3球。打ちました。取ってアウト。3アウトチェンジ。よく取ったな。三回の表、三点を追いかけます。タイガース。あれまだ出してないよね。ルイに。名手今成。ストライク。伸びのあるストレート。あ、そうか、ジャイロボールはわりかしスタミナを使うって言ってたな。普通のストレートだったらスタミナあんまり使わないんだけど、オリジナルストレートはね、スタミナをね使うみたいなんで。まあ、ただスタミナ A まで持ってったからな。よしよしよし。投げた、変化球、いいね。ナイスピッチング。最後はスイングアウトの三振で仕留めました。すごいね、この3回の表が終わって3対0。ピッチャー陣の広島、広島、広島、奪三振がね、ないね。まあ、きっちり打たせて取っていってるっていう感じかな。おお、際どい。初球ストライクから第2球。これはでもな、ちょっと中田取りました。ボールは中継。これでしょうがない。ゲームは中盤4回目。俺もさ、奪三振結構あると思うんだよね。最初のバッターボックスは初球を打ちました。三遊間の打球アウト。よーし、これでワンアウト。きっちり抑える。バッターは2番キャンベル。第1打席はスライダー、空振り三振。左バッターボックスは3番福留。そういえばさ、普通のプロの選手で金徳を持ってる人いるのかな。なんかね、引退した人のなんていうの、 OB 選手かの絶頂時代には金徳ついてる人とか、前のパワープロではねいましたけど、カウントはワンボールツーストライクです。やっぱりガソリンタンクとかですよね。ガソリンタンクってまだないよね。回復の上位なんですけど、あ、打たれたかな。ボールは中継。
バッティングです。まあ、昔はね先発のローテとかすごかったですから、連投とかね今じゃ考えられない感じだったけど、お飛び出してる。これは菊池さんがうまくさばいてくれたっていうところか、本当にありがたい。そういうのは街で惚れますよ。あー、これまた持たれた。おー、大丈夫か。これでスリーアウトになります。5回の表が終わって、いや、背中が安心できるっていうのは本当投げやすいね。実際投げてないけどさ打ちました、切れていきます、ファール。第2球投げました、低め決まってストライク。そろそろ秋山のスタミナが切れてくるかな。ボール、大きく外れました。カウント1ボール2ストライク。第4球を投げました、ボール。カウント2ボール2ストライクです。慎重に攻めてくるね。これもボールだね。高め、完全なボール球。ボールカウント3ボール2ストライク。投げた、オーラットオーダー。これはもうねフルカウントだったからね。61号か。ついに61号が出ました。レフトスタンドに叩き込んだ。ストレートを完璧に捉えました。チームメイトが迎えます。さて、まだまだここから投球の方も頑張ってこう。第1打席はライトフライに倒れています。3球三振はちょっとな、ひっかり。ジャイロボールはボール、外角高め。カウント1ボール2ストライク。打った、ファール。スタミナもね温存していきたいっていうのはあるけど、かといって3球で決めようとするのも怖いからな。ライト取りました、これでワンアウト。やっぱり少ない球数でね打たせて取るっていうのが一番理想だね。三振のね山を築くっていうのもかっこいいけど、変な話最低3球投げないといけないからね。打たせて取るで初球から手を出してくれればさ、1球でアウト1個取れるってことでしょ。ストライク。第2球、俺のジャイロボールで押していこう。伸びのあるストレート投げました。1球外して見てくるか。もう1回見せよう。カウント1ボール2ストライク。で見た感じでスライダーを、おお、すげえ見てくる。最後は3ボール2ストライクです。おお、合わせてきたね。次が7球目、散らしていこう。投げました、打ちました。すげえ粘られると嫌だ。投げました、打った。めっちゃ粘ってくんな。さあ9球目。もうだってボールを投げられないからね、そういう時はもう最悪原口粘っています。フォアボールで逃げるっていうのもありかもしれないけど、打った、レフト前進、取ってこれでスリーアウト。おー、ナイス、奥井。三者凡退、無得点に抑えています。ヒットは1本打たれてるか、奥井から。結局ダメだったっぽいな。右バッターボックスはトップバッターの中谷。うわー、これは打たれた。中谷、いいバッティングを見せました。バッターは2番キャンベル。キャンベルか。ここまで2打席連続三振。見送ってストライク、追い込んでいます。三振男投げました。振るね。三振男ってコンピューター的にはさ、振ってくるのかね。そもそもミートカーソルが小さくなるっていうのはわかるけど、コンピューターがやった時に振る可能性も高くなるみたいな。投げた、完全に外れた。ボー、一球外してきました。変化球、よーし。三振、三者連続三振。まだまだねスタミナはあるからね。完封を狙っていきたいね。カープリードで迎える7回です。今日は2秒持ってるアウトローを見送ってストライク。150出るのか。打ちました。これは打ち上げてしまったね。取りました、これで。てかさ、また大量リードしてるな。余裕を持って投げてこう。余裕を持ってもこういう時は。今日は三振とセカンドフライ。投げた、打ちました。力と力の勝負、ジャイロボールで押していこう。噛みました、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボクサーの北条、今日はピッチャー打ちました。レフトへのフライになった。よーし、取りました、これでツーアウト、ランナーありません。お、出た。よく出てくるよね代打で。打ちました、セカンドの左。いや、でもね代打っていうのもね、こう1回の打席で結果を残さないといけないっていうところが本当にプロとしての仕事を求められるよね。梅野、今日は三振とファーストゴロ。もう下位打線はどん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 攻めてこう、強気のピッチングで。第4球を投げた、空振り三振。よーし、ピンチヒッターは高山。高山、
やる気が全くない。低めの球見逃し三振。監督はこういうとこあまり考えないんだね。スタンドからは大きな声援が上がっています。投げました、打った、切れていきます、ファール。さて押していこう。ここは打った、これもでも打ち取ったでしょ。噛みました、ゲームセット。やったー、完封勝利、10勝目だ。しかも本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました。いや、打っては本塁打、投げては完封と。実況担当は堂前秀夫だ。完全に怪物の新人だな。10勝2敗よし。で5回に61号と。阿部さん3号か、珍しいね。まあ3号だからね、9月まで来てようやく3者連続奪三振とかやったんだ。破竹の12連勝、単独1位。え、何が歴代シーズン本塁打単独1位。おお、いいね。ひびが入ってました。まあノーマルだからね。平成の怪物なんだっけ、平成の怪物ってよくわかんないけど平成の怪物をクリアした。で次か、マンスリーラッカー、まあ、これだけだからやりましょう。おお、ミカミックス選手が完封記録を打ち出しましたと。あれ、シーズン最多本塁打、あ、なるほど、60号だったんだね。さあ今日は移動して、っていうかさ、順位表すごいことになってるね。阪神とか51ゲーム差ってさ、どんだけ。てか A クラスと B クラスの差がすごくない？巨人3位でさ26ゲーム差だけどさ、4位のさヤクルトも44ゲーム差になってるからね、いきなり今日寝る暇がない、もしや寝る暇がなく試合か。結構体がきついな。しかも3連戦が始まったところだからね。先発は大瀬良さん、菊池さんの調子がちょっと戻ってきたね。でコンピューターの調子ってどうやって決まるんだろう。単純にもうランダムなのかな、それともちょっと打撃であったら打撃の調子が悪いとやっぱり落ちてくるとか。そして打ってくれるわ。1回からもういきなりな、危ない球、チャンスだからな。第2球投げました、見送ってボール、カウントは2ボールノーストライク。コントロール S、 は3球目投げました、コントロールいいんだ。いい当たり、センターバック、これでもね取りました、高く上がりすぎたね。これで3アウト、伸びがなかった。1回の表が終わって1対0、1回の裏1点を追いかけます、ドラゴンズの攻撃。あ、そういえば龍の追加流し打ち、見てなかった。ヒット、打ったバッターは1塁、これ誰、奥井だね。ちょっとこっちもいきなりピンチを迎えてしまったか。あー、手堅く送ってくるか。そうだよね、これでだって犠牲フライで1点取って同点に追いつけるからね。いや、もう無理だよ、一塁に普通に送ろう。さてここからどうするか、捕殺を。おお、すげー、ああいう判断できねえわ俺には。エルドレッドさんさすがだよ、いいね。バッターは4番ゲレール、これはでも一気にピッチャーも楽になったんじゃん。で菊池さんも安定して取ってくれると。スリーアウトチェンジ、大瀬良ワンアウト3塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。おお、ワンアウト3塁、それを0点に抑えたか。1点を追いかけます、ドラゴンズの攻撃、トップバッターはビシエド、カットボール、空振り三振。右バッターボックスには平田、通算100号本塁打まであと5本としています。148キロ直球、続くね、空振り三振、2者連続三振になりました。投げた低めのボール引っ掛けた、ショート左横のフライになりました。これも大丈夫、これで3アウトになります。いや広島ね本当に強いわ、普通に3回の裏どこもね隙がないよ。ドラゴンズの攻撃、先頭バッターが打ちました、1、2塁間のところ、いいね、やっぱりアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー吉見、
しょぼいセカンドだったらああいうの抜けてたかもしれないからね。アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターはリュウのセカンドとかにさ、守備力しょぼい選手置いたりするのかな、二遊間にわざわざバッティング重視で。だったらコンバートしてなんかファーストとかになりそうだけどね。第2球投げた、打ちました。これはただ左中間のフライ取って、これで3アウトチェンジ。捉えられなかったか。グリーンドラゴンズ、この回は上位打線から始まります。バッターは2000本安打の好打者アラン、打ちました、三遊間サードから。やっぱり内野だね、めちゃくちゃ球が飛んでくるよ。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番大島、最初のバッターボックスはファースト、打ったい当たりだ。田中軽快な守備を見せました。これで忙しいね内野陣は。投げました、打った、痛烈な、わあこれは抜けたか。ボールは中継、ゲレーロナイスバッティングです。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。あー惜しかったね。バッターは5番ビシエド、第1打席はスイングアウトの三振に、打った、奥いレフト、しっかり取れよ、持っていきましたが取りました。よし、これでお前何してんだよ、俺もあれやりてんだよ奥い。おお点を取ってくれる。5回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。この回のトップバッター、打ちました、セカンドの勝負、セカンドラッカネさんに任せておきましょう。寄ってきてるけど取りました、これでワンアウト。一応ね、まあ、どんなね守備の名手でも人間だからね、ミスは出るから。ドノウエいいバッティングを見せました。バッターは8番松井、打った、流し打ち、サードライナー、ライナー系の当たりがね一番怖いよ本当に。投げました、してきた、奥い取れるか、取れないか。ボールは中継、福田ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。投げました、打ちました、アウト1つ。よし、エルドレッド、そのままベースを踏んで3アウト。いいね、しっかりと抑えてるよ。2者残塁、5回の裏が終わりまして3対、そして打席が回ってくるかな。また点を取ってくれてる。さらに点のチャンスを迎えました。待機、今日はセンターフライとレフトフライ。第2球投げました、これはよーし、1試合にやっぱね1本は打ちたいよね。あとはホームラン記録をどんどん伸ばしていくだけ。完全にホームランを確信してたね。もうあの段階でバット普通に捨ててるのはもう7点とか。ドラゴンズ、この回は2番からの好打順、バッター2000本安打の好打順、打った三遊間の頃アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番大島、今日はフルカウントからの来た、大丈夫、これはもう大丈夫、取りました、これで2アウト。やっぱりね、なんか菊池さんがねすげえ心配そうな顔で見てくるんだよね。投げました、インコース、気持ちは分かるけどね。あー、どうだ、入るか、ちょうだか、ちょっと奥、お前何突っ立ってたんだよ。もうああいうのはああいう動きの方がいいのかね。もうフェンスに当たるっていうのが分かったら、第4球をまあ一つでも進塁させないような感じで。アウト、スリーアウトチェンジ。なんだかんだで要所要所抑えてるね。いやーサードもあれよく取ったよ。名古屋ドームからお送りしております中日ドラ、7回の裏ドラゴンズラッキーセブンの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは木田、直球、空振り三振。バッターは守備の名手ドノウエ、打ちました、セカンド右への打球、これも余裕だね、アウト、これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは8番松井、今日はセカンドゴロと、打った、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。あれ普通にライナー制だったんだ。この回きっちりと3人で抑えています。さあそして先頭打者で8回の表、これからカープの攻撃に入ります。現在のシュート回転続き、5輪ボール、いいところですが外れています。玉持ち丸か。実際にさ戦ってみた時の玉持ちの効果がねいまいちよくわかんないんだよね。いまいちよくわかんない、玉持ちとねリリースリリース丸がついてるのとついてない違いがね全くわかんないっていう。ドラゴンズ大展開で迎える8回です。バッターは高橋、投げた、ストライク、空振り三振、ボール球で仕留めました。まあ、玉持ちっていわゆるあれでしょ、ダイヤのエースという沢村みたいな感じになるんでしょ。球の出どころが分かんない的な。
まあ、ディレイドアームがそんな感じの名前だからね、金徳の。ゲームからするとさ、そういうのってあ関係なくないかっていう。左バッターだろうがさ、右バッターだろうがさ、おお、これはこれはやばい、1点入ったか。まあしょうがない、しかしノリノリになったか。いいところで抑えてくれるね。でも、まあ1点は献上してしまったけどしょうがないね。8回被安打7か。ご覧いただきましたように、まあ奥井もヘマはしてなさそうだからな。大瀬良さん15勝か。でもすげえな。成績を見てみよう。奥井1安打もしてねえじゃねえかあいつこんだけさ点上げた中でさあって言ってもヒットは10本か。ヒット10本で7打点上げたのはすごいね。菊池さんも今日はでも打ってはないんだ。大瀬良さん自分で打ったんだ1打点上げてるわ。ここら辺はちょっと細かすぎて分かんないから。あれ決定、ちょ待って待って待って、14試合連続打点てか疲れがやばい。まあ若さがあるとはいえね、お土産を買っている場合じゃない。寝ろお前は。手羽先からあげ、手羽先ってさどれくらい持つの割と生ものだよね。寝ないとやっぱりきついから。あ今日手番がなかった、チームの連勝が止まってしまった。マジか。ちょっと投げて打ってをやってたから体調を考慮してくれたのかな監督が。でとりあえず鈴木さんがねそろそろ怪我から復帰するはずなんで、奥井とね練習しておかないと俺らのね居場所がなくなるんだよねで今日は試合ですね。菊池さんの調子が上がってきてるね。でファーストは割とエルトレッドさんが出てて、新井さんが最近出てないね。奥井は調子悪いけど一応出てんのか。野間さんとかより奥井を選ぶ。まあ奥井もね基礎能力は強いからね、特殊能力はないけど。奥井もねこれでね特殊能力も覚えるような感じになってくれればすんげえ多分強くなると思うんだけど。てか球界を代表するような選手までね育つと思うけど。おー高めのストレートから入ってきたか。ちょっとだけタイミングが早かったね。ちょっと待って、3球で決めてきたか。いやチャンスを生かしきれなかったな。まあ、ただ相変わらず1点入れてくれてんな。あ待って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 、これはちゃんと落ち着いて取りましょう。ちょっと全然落ち着いてないけどね今の普通に大丈夫だったと思うんだけどね。ダメだったんだ、危なかったな。ああいうのやらかすとチームメートとしての信頼に関わるからね、いくら打ってるとはいえ。もう DH 制があったらさ絶対 DH だよね俺。で、すでにもう4点を取ってんのか。フォアボール。右バッターボックスには福田。ワンアウトだからな。これはすげえ際どいところに。おお、ファール。次は5球目。打ちました。ファール。第6球を投げました。これは引っ掛けた。これは内野へのフライだ。ピッチャー取りました。ピッチャーフライか。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。第1球投げた初球を。これはどうだ、間に合うか。間に合わない。え、ちょっと待って、どういう動き大丈夫丸さん今の。ちょっと俺っぽい動きになってたんだけど。投げた打った三遊間へのゴロ、一塁送球。たまにはそういうこともあると。スリーアウトチェンジ。
一応チラッとセカンドは見るんだね、やっぱり。なんとか踏ん張っリードで迎える3回です。さてちょっと1本打っていきたいけどチェンジアップ。第2球。スラムはボール。低めを攻めてくるね。カウントはワンボールワンストライクです。投げた。打った。センターへのフライだ。センター交代。掴んでこれで少し芯を外した感じだったね。ドラゴンズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー、打ちました。あっと引っ掛けた。打球はファースト、まあ、大丈夫でしょう。エルドレッド掴みました。これでワンアウトランナーはありません。投げた。ナックルカーブ。ナックルカーブか。バッターは2000本安打の好打者荒木。今日の第1打席はスイングアウト。初球から打ってった。サード左横のフライになりました。取ってこれで3アウトチェンジ。名古屋ドームからお送りしております。本塁だ。中日ドラゴンズ対広島東洋カープ圧倒的差だな。序盤終了しまして4対0カープ4点リード。打率でも鈴木さん規定打席まだ大丈夫なんだ。怪我で離れてるとはいえ痛烈な当たり。田中うまくさばいています。これマジで鈴木さん戻ってきたら本当外野どうするんだっていう感じだよな。見送ってフォアボール。監督もめちゃくちゃ悩むよな。調子のいいものから去っていくのかな。やっぱりライト前に出る。丸取りました。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。投げた。三振。おお、カットボールか。快調なピッチングを見せています。いやでもヒット1本だね。まだ4対0カープ4点リードは変わりません。5回の裏4点を追いかけます。ドラゴンズの攻撃。バッター守備の名手ドン打ちました。これも大丈夫。セカンドの頭上をフラフラっと上がっている。掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。投げました。打ちました。打球は三遊間へ。アウト。いやーサードからファーストまで距離長いからね。絶対俺投げました。打ちました。お、待って抜けた。落ち着いて処理しよう。ナイスバッティングです。打順は1番に返ってツーアウトから打ちました。これは菊池ボールを掴んだ。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。ファーストランナー残塁。そしてクリーンアップからか。ルイには出てないけどちょっとヒットが三振とセンターフライ。ない。ルイスライダー。ピッチャー変わってるし。第2球。ルイスライダーもね、すげえ打ちづらいんだよね。第3球を投げました。外れた。まあ一球様子を見てきてからの。投げました。これはボールだね。平行カウント。逃げ球持ちか。さあ5球目無理。よしとりあえず食らいついて投球はこれから6球目。粘る。粘り打ち。どうこれは。さらに伸びていく。おおギリギリいった。粘った甲斐があったぜ。スタンドへ叩き込んだ。ストレートを完璧に捉えました。チームメートが迎えます。奥井お前も打てよ。奥井打てる実力はねあるはずだぞ。ドラゴンズこの回は上位打線から始まります。さあ2ストライクから、うん、いいね。空振り三振。まずは三振に切って取りました。投げました。流し打ち。ここレフトの左ヒットになります。フェアになったか。ボールが点々と転がっている。ボールは中継。肩はね確かに悪くなさそうだね。奥井さあバッテリー行きましょうか。大島足早いね。これはちょっと単打で一気にタッチしてのダブルプレー。スリーアウトチェンジ。おすげえボールだな。名古屋ドームからお見事。やっぱりなんとねキャッチャーもね優秀なところがねいいと思うんですよ。石原さんはね本当にキャッチャー丸的な感じなんでそれだけでも多分だいぶ助かると思うんだよね。セカンドフライ。セカンドキャンパスの横取りました。投げた。見逃し三振。最後は見逃し三振に仕留めました。7回の裏が終わりまして5対0ドラゴンズラッキーセブンの攻撃は0で終わります。チャンス。さあ打ってくれてるねみんな。投げた。待って打ちました。ファール。フォークに怪我出た。第2球打った。これは打たされたか。取りました。丸打球を確認して3塁へ向かう。カープなおもチャンスや。
8回の裏5点を追いかけますドラゴンズの攻撃。この打ちました。これはでも大丈夫でしょう。ライト掴みました。定位置だったね。これでランナーはありません。亀澤ピンチヒッターは亀澤。第3球を左に弱いけどさ、なんで左で出した。大丈夫か。これ内野安打に。おお、ならなかった。これでちょっと危なかったね。投げました。初球を打ちました。これもライト方向に持っていきましたが取りました。これで3アウト。ジョンソン三者凡退に抑えています。さあ最後の回だ。この回は2番からの高打順。ここも0点に抑えれば完封だね。まずは先頭バッター三振に仕留めました。投げました。これは守備気合でよ。菊池さん無理か。大島うわーって顔してたよ。バッターは4番ビシエド。今日4打ちました。これは取れる取れるぞ。大丈夫。おー見事。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。投げました。変化球空振り三振。いやー完封だね。ジョンソン見事な完封勝利。見事ドラゴンズを下しました。あれ新井さんだったベンチにいたのかな。さて今日のヒーローは4安打完封だからね。すごいよな。本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました。ピッチャー陣がマジすごい本当に。でジョンソンさんは今ジョンソンも15勝だあ菊池さん打ってる22号。これで鈴木さんがマジ怪我から復帰してくれたらな。チャンスでのボンダが目立ったな。まあしょうがない。あチャンスを生かしきれてないね。チャンス×になりそう。まあ、×まではいかないと思うけどさあ監督評価が下がってファンが減少したよ。今日も素晴らしい活躍だったなってどっちやねんけなしてから褒めるのか下げてあげる、そういう方向かな。球速が上がった。2か。これはどんだけやるんだっけ。月間16本。これって今までのホームランも加算されての月間16本かな。こっから月間16本は絶対無理だからねどう考えても。であとじゃあちょっと終わる前に鈴木さんの怪我があと何日かっていうのを確認してから、終わりにしましょう。8か。まだあるね。あと1週間とちょっとか。いやー BBBAC だからね。フルヒッター流し打ち、対左にも強い、満塁男、サヨナラ男、レーザービームも持ってますからね。いやちょっとこれ怪我しててさ、でも能力とかは下がんないのかな今のね。外野陣もまあ丸さんもねめっちゃ強いしね。野間さんもねめっちゃ強いしね肩Sのレーザービームはねほんと惚れ惚れするんですよね。ただまあ奥井もね悪くはない。守備 B、肩 C、まあ、平均的にね、能力はあるんで。じゃあ、丸の劣化版だよね完全に。なんか丸さんの劣化版が奥井だよなこうやって見ると特徴がなさすぎる。というところでじゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。